こちらの高校では生徒たちがマスクをつけた状態で卒業式が行われていて、在校生の姿は見られません。生徒318人が卒業の日を迎えた静岡市立高校。政府は卒業式についてマスクなしが基本との方針を示していましたが、生徒をはじめ教職員や保護者はマスクをつけて式に臨んでいました。まだ受験を控えている生徒も多々いますし、安心して卒業式を行えるようにお互いにマスクをして会話をする、そういうふうな判断をしました、はい、また卒業証書の授与も代表の生徒一人のみとした一方、これまで学年全員で一緒に歌えなかった校歌を歌い、卒業生たちは仲間と過ごした3年間を振り返っている様子でした。しっかりとコミュニケーションを取って、みんなと仲良くなれたので、マスクがあっても楽しい学生生活を送れたので良かったです。で、2年生の時に初めて文化祭を経験したんですけど、なんかこんな楽しいものが一回できなかったんだっていうのがあって、1年間って本当にすぐ終わってしまうし、価値がすごい高いものなんだなって感じました。卒業生たちは高校で学んだことを糧に、それぞれの進路へ思いを新たにしていました。